自分のこと言われてると全く気づいてないと思いますが、お尻フリフリしております。イエーイ、かわいいです。かわいいね。でもなんか本当真面目だね。そうですね、うん、中の方皆さん真面目な方多いですよね。きっとあの方は本当は根はめちゃくちゃ真面目な人なんです。さあ、そんなこと言ってる間にもうすでにスタートしてから、8分9分ぐらいに、経過しようという時間帯です。結構5キロですから、はい、前の方めちゃくちゃ速そうな、ね、高校生中学生いましたんで、どれぐらいで帰ってきたんですか。広島のこの配送サイトのイメージぴったりというような感じです。そんな感じですね。日本じゃないような
ちょっと、ね、取る。こうやってね、やはりちょっと外国気分で、やってるんですかね。イベランニングってさっきの話じゃないんですけど、はい、走ろうと思ったらいつでも走れる。でもこういうところでこうなんかこう非日常感を味わえるっていうのがまたこう大会のいいとこじゃないですか。そういう意味でもこういう雰囲気とかね、このさっきのテストのテンマイルの話もそうですが、あ、なんかちょっといつも違うぜっていうのを感じてもらうといいですよね。白田さんなんか、はい、